ちょうきでーす。りさでーす。初期リスチャンネルでーす。はい、というわけで今日はどこに行きます？どこに行くかと言いますと、どこですか？今日は国営武蔵丘陵森林公園。はい、正解ですか。福江武蔵丘陵森林公園、ここに二人で遊びに行きたいと思います。ここなんかバーベキューとかもできるみたいだから、うん、一応それは予約してて、それをね楽しみに行きたいと思います。初期リサチャンネル。マジでこれは、うん、食べてほしい。美味しいな、わかる。俺こんな肉まんハマったん初めてやん。なんといっても生地がもちもち。間違いない、生地ちょっと甘めやもん、うん、似合うわ。世界一肉まんが似合う女や。世界一肉まんが似合う女。おいしい？おいしい。いいね。どうですかこの金髪。どうですか？急に金髪にしてきたんだけど。怖っ。おいしい。怪物や。うまいね。もったいあおう。ともぐい。来ましたー。イエーイ。モリー、僕らも元気、モリモリ行くぞー、モリ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 。今日のりーちゃんの超かわいい入場料おごりありがとうございます。いいえ、それは僕の財布です。ありがとう。アマビエとリサビエ。今日はですね、僕たちこの公園貸し切りということで、今のところ誰もいません。今日はね、非常に多分少ない日と予想されておりまして、先ほど店員さん2名、見ただけで、それ以外は全く、人はいなさそうです。こんな感じですね。イエーイ。森林公園5月9日、リーチャー行って、記念に撮っときます。5月9日、かわいい。綺麗なお花畑だ。綺麗なお花畑。イエーイ。でもいいやん、なんかこう、開放感。そして僕たちの、まあ、でも声聞こえる。あ、ほんまやな。僕たちの多分バーベキュー会場である、あちら、バーベキュー会場ですね。あそこか。あれじゃないの？よくも、なんかどこで行ってもいい。じゃあちょっと、探索します。今日も始まりました。リサ散歩。今日は埼玉県にある、森林公園。今はネモフィラのお花畑に来ております。ナレーションは本日もが務めさせていただきます。おーいおーいお前や。いやでもそんな感じ見えんで。おーい誰もいいひんからはしゃげるな。おーいおーい。ありがとうございます。2000円もかなくかかるんですけどね。やったすごっ。雨降ったら大変ですからね、濡れちゃうから。あったか。食材もそうでしょ。はい、動ってないよ。だ、食材はえあれなんかセットみたいな。ちょっと待って、予約ミスしました。じゃあ焚き火だけしましょうか。食材も急遽用意してもらいました。出てきました。カッチコチの氷がバリバリやないかい。食べる前はきっちり消毒しましょうね。でもこのくらいの季節がいいよな、あんま虫いっぱい。いや、いいよ。虫が、まあ。ちなみにね、今日バーベキューするのは僕たちだけです。全部で10個ぐらいするとこあるけど、僕たち貸し切りということで、この火もタダでしてもらってます。うわぁ5960円なんですけど。はい、はい、はい、4400円ですね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ楽しいです。ありがとうございます。あ、そこにいますからね。はい、まあ、ご飯食べてますから。はい、一緒にしますか。待って、2人ってことやんの。安っ。え、びっくりしたんだけど。え、1人が過ぎる。あ、2人でってこと。あ、そうや、安っ。え、ほんでこれもやろ、ただやろ。え、安っ。2人5000円。俺もっと完全そうやんな、うん、あ、そういうこと。マジでおっちゃん。じゃあ僕たちハッピーだよ。おっちゃんマジか。ちょっとなんか申し訳なくなってきた。本当やったらこれも2000円で火、うん、だから1人5000円ぐらいね、食材と、うんうん、食べ放題。え、マジか。おっちゃん泣く。なんだよ、おっちゃん泣くわ。おっちゃん
大丈夫、気をつけて。え、これって焦げたん？ん？焦げてるな。あの、焦がしました。あ、あの肉食べてて。ほんま？あ、硬い気すんねんけど。こういう肉や。いただきます。どうぞ。うえぇ、市販までやる。うん、注文しよう。こっちはもうご飯食べてるって言ってるから。いつでも言ってくださいね。ちょっとご飯食べてるんで。無理やん。どう？うん、おいしい。うん、雰囲気は最高。めっちゃおっちゃん見てる。おっちゃん見てくれてる。めっちゃ見てるね。もうこういう感じで見てるね。おっちゃんもう常にな、俺らが撮るコード見てすぐ動いてくれるから。追加注文待ってんねん。てかもうめっちゃこうやって見ながらおにぎり食べる。おにぎり食べる。ちゃんとご飯は食べてるんや。おっちゃん、おっちゃんかわいいな。感想、ん？完成しました。おめでとう。完食いたしました。頂戴いたしました。ごちそうさまでした。めっちゃ雨降ってきたよ。洗い物は自分たちでしないといけないみたいなんで片付けます。どうする、これから。どうしよう。無理やん、もう公園。そうやな、この雨は無理やん。まあ一旦帰る方向で。あの自転車乗りたかったんですけど、うん、多分乗れないです。このまま自転車乗るという。じゃあ翔輝くん傘差して。え、俺が傘差して一人でサイクリングってこと？そんな無茶ぶり。実際洗い物するからさ、翔輝くん傘差してきて。オッケー、協力プレイしよう、うん、俺じゃあ傘差すわ。ちょっとし、あんま見えひに光景や。こんな大自然で洗い物やん。なかなかないよ。はい、というわけで、今日はバーベキューしただけになっちゃってんけど、雨降ってきたから、うん、まあ、でも結構ね楽しめたかなという、うん、もう全てはあの優しかった神対応のおっちゃんに今日は感謝して。ありがとうございました。楽しかった。楽しかった。楽しかったな、うん、サイクリングはしたかったんやけど、うん、また来いよそれは、うん、サイクリングはしたい、うん、あ、実はまあ今日はこの後にも楽しみなことはねあるんやけど、うん、それはまた後日違う動画で出そうかなと思ってるんで載せてください、はい、今日はこれで終わろうと思います。バイバーイ、バイバーイ。